名鉄300系電車、名鉄300系電車、名鉄300系電車は2002年に登場した名古屋鉄道の通勤系車両、名鉄小牧線、名古屋市営地下鉄上飯田線直通運転に用いられている。上飯田連絡線の開通及び小牧線、上飯田線総合直通運転開始に先立って2002年に日本車両製造で4両蘇生8編成。 32両が製造され、犬山駅と当時高価の集団駅であった上、飯田駅との間で営業運を開始し、既存車両5500系統が置き換えられた。追って2003年より地下鉄上飯田線平安通り駅までの直通運転を開始した。名鉄の地下鉄直通車両には100系と200系がすでにあり、それに続く形式称号が与えられた。また、 三百系は、本線系の車両とは分けて運用されるため、新しい試みを他社に先立って取り入れている。名鉄初のステンレス車である。車体には、ピンクと赤の帯が巻かれており、ピンクが地下鉄上、飯田線、赤が名鉄を表している。地下鉄直通車両であるため、前面には非常用貫通扉を備えており、前頭部は損傷した際に修理がしやすいよう、普通行とされ、 シルバーメタリック塗装が施されている。混雑時の乗降促進と、クロスシート、横座席による快適な均衡、降落乗車等を両立させるため、扉間ごとに転換クロスシートとロングシートを交互に、奥座席配置とした。クロスシートは1200系のものと類似するが、クッションが固めで座面が高い分だけ、背もたるが若干低く感じられる反面。 材質が軽量化され転換が楽になっている。本系列については、座席間隔、シートピッチが 915mm で、名鉄の標準よりも若干長い。ロングシートは、感知レバー指示で、本格的なバケット系、背すりの角度は、再度ほぼ垂直化となったほか、扉間の寸法拡大に伴い一人あたりの幅が 470mm となった。 座席の表皮は青紫色、優先席は赤紫色がベースでピンクなどの模様が入った新デザインを採用。扉間のロングシートの途中部分にはスタンションポールを2箇所設置し、着手者に配慮して扉横などの手すりと同様ピンク色に塗装されている。また、ロングシートの袖仕切り板が大型化されたが、名鉄の場合、JR 東日本などで採用されている道類の ものよりも上端の高さが低い。このような座席配置、座席寸法や内装のカラースキームは、後に登場する3300系、3150系や2200系にも採用された。また、コスト削減のために、側窓には UV カットガラスが採用され、カーテンが省略されている。なお、扉間の側窓は100系の一枚窓ではなく二連窓となっており、 基本的に、クロスシート部分が固定式、ロングシート部分が加工開閉式である、先頭車は例外の部分は、客室化粧板は本系列以降標準となる灰色系であるが、東日本旅客鉄道、JR 東日本 E231 系などの単色艶消しと異なり、光沢のある微粒柄で、グレーの色合いも濃い。釣り革は、 ドア付近は従来通りの天井自家付けだが、ロングシート部分はパイプを通して吊る、一般的な方式に変わった。運転室と客室の仕切りは、乗務員扉が女子側の端に、仕切り壁の高い位置に、横長の青緑着色ガラス窓が設けられ、車高膜も併用している。1両の全長は20メートル4扉で、4両蘇生。 客扉は配置の見直しを徹底し、利用者の利便性向上のため5メートルの等間隔、配置としたため、扉間は長く車端部は短くなった。そのため車端のロングシートは二人掛けである。現状ではすべて優先席。なお、乗務員室 G の客扉のみは後方にオフセットしてある。日車ブロック後方によるステンレスの車体、車両情報管理装置、TIX。 トレーンインフォメーションコントロールシステム、純電気ブレーキなど、名鉄発採用の新機軸が盛り込まれている。なお、地下鉄側車両である、名古屋市交通局7000型とは、走行装置、電装品、運転台や客室設備を共通化している。走行関係の機器は3100系をベースに改良を加えており、制御装置は、イベット阻止による、 VVVF インバータであるが、2レベル方式、ベクトル制御に進化した。制御装置の構成は 1C2M2 群であり、本形式では、中間電動車2両が隣り合う素性としたが、電気的には 1M 方式である。制御モードを柔軟に調節できるため、3 1 0 0などと同じ、歯車比ながら、軌道加速度時速 3.0kmS を可能としている。 その駆動装置は名鉄で初めて WN 継手式とした。主電動機の出力は名鉄車両標準の 170kW だが、今回から押し込めファン方式の自己通風型とした一時車、三菱製メガバイト -5095A、二次車、東洋電気製 TDK6382A。これらの装備は以降登場する2000系などにも採用されている。 冷房装置は、同社発となる、フルオート制御となり、本系列固有の集約分散式で、各社2機搭載する、形式、投資はプーマイナス6018。1機あたりの冷凍能力は2万1000キロカロリー、H である。冷房の吹き出し口は2列のスリットだが、補助送風装置のラインデリアが再び、客室天井中央の一部に配置されるようになった。 ただしラインデリア吹き出し口のグリルは従来の FRP 製ではなく一般的なアルミ部材である。電源の SIV は4両分を負担する。本系列固有の150クバのものをも320型に搭載する。全面デザインは同社の1800系に類似しているが地下鉄直通車両として非常用貫通扉が助手席側に配され非対称。 傾斜系の全面形状となっている。東火類は、全面ガラス内の髪型に、HID 全灯を、スカートの付け根付近に、横長の LED 微灯を、角2灯配した。上、飯田線内の上飯田駅、平安通り駅には、ホームドアが設置されているため、ホームドアを扱う機能を備えた、ドアコントロールユニットを装備し、各扉の乗降状況を、 運転台からモニタで確認するシスムとし、これを使用したワンマン運転が行われている。また、待ち時間の車内保温のため、各車の1扉のみを開くこともできるドアカット。発車の際、メロディを利用した乗降促進音を流すことができるようになっている名古屋市営地下鉄と同じブザーを使用したものは、地下鉄鶴舞線乗り入れ車両に搭載されている。このメロディは、 本系列以降の名鉄の新型車両に搭載されている。また、本系列以降の新造車においては、名鉄線内についても乗務員同士の合図が2打式の新鈴から電子ブザーへと変更になったか、字幕式種別、行き先表示機も2010年時点では本系列が最後である。方向幕は行き先設定のある駅のほか、新沼、ま、新加に犬山経由岐阜、 コマ表示は新岐阜のままなども表示でき、急行、準急、特急など普段使用しない種別も表示できる。通常は、小牧線、上飯田線の平安通り駅犬山駅のみの運用であるが、車両検査時の改装や、試運転では、犬山線や名古屋本線を走行するほか、性能確認のため広見線、犬山駅から新加入駅で試運転を行うとがある。 営業運転では毎年8月10日の日本ライン夏祭りの横領花火大会の臨時列車として犬山駅から新沼駅間を走行する。2014年12月18日には積雪の影響で普段入線しない広見線の運用に入る。車内自動アナウンスは日本語と英語の2カ国語で放送され、上、飯田線内でも名鉄仕様のものが使用されている。 臨時列車の場合は、自動アナウンスは行われない。製造開始当初は、JR 東日本253系などが積んでいた、ミュージックホーンと同じものを積んでいたが、乗り入れ先の名古屋市交通局が難色を見せたせいか、撤去されており、今はもう聞くことができない。なお、パノラマカーと違うミュージックホーンを積んだことのある、車両は2017年現在、本系列のみである。 2008年末時点の車両番号を基本として記載する。第1陣は2002年2月に竣工した。同年4月1日より営業運転を開始したが、5月1日に営業運転が開始された316回は、同日に側面に自動車が接触する事故に遭い、走行機器の一部が破損して、埋目検査場に入場した経歴があるほか、修理後に、 鶴舞線を走行している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。